篠原和雄は日本の建築家。静岡県生まれ。1947年東京物理学校卒業後、東北大学で数学を専攻。建築に転向し、東京工業大学建築学科で清家清に師事。1953年卒業後、1986年定年退官に至るまで東工大の教壇に立ち、プロフェッサーアーキテクトとして、住宅を中心とする前衛的な建築作品を一貫して手掛けた。磯崎真と並んで、メタボリズム後の日本建築界のリーダーと目され、特に1970年代以降の住宅建築デザインに多大な影響を与えている。坂本一生、白沢宏典、長谷川逸子、笠井清、笠井秀一郎、高橋宏、高橋明子、武田光文、西村博、坂内拓、安田光一ら篠原研究室出身者のほか、伊藤富雄へも直接的な影響を与えており、彼らは篠原のカリスマ性や哲学的スタイルから篠原スクール、エピステメーパなどと称された。隈研吾は安藤忠雄への影響も指摘し、安藤が基本的に篠原の抽象的な空間の継承者であると述べている。東工大教授のほか、イェール大学客員教授、ウィーン工科大学客員教授、神奈川大学特任教授などを歴任。日本、浮世絵博物館東京工業大学100年記念館、熊本北警察署。ありがとうございます。